はい、うん、これ僕3つあると思うんですよ。ほう、浪人で成功する失敗するを分けるポイントが、うんうん、結構余裕持ってる受験生とか浪人生の人って多くないですか、うん、多いですね。これダメやと思うんですよ。ダメですね、はい、はい、武田塾チャンネル。いやみんなも学年が変わってね。そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、うん、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、はい、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね受験生の悩みとかね、答えるこの番組は受験相談 SOS。 高川先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問は、うん、浪人で成功する人、失敗する人について教えてくださいという質問が届いてます、うん、浪人生ね、はい、うん、これ僕3つあると思うんですよ。ほう、浪人で成功する失敗するを分けるポイントが、うん、なるほど、いいですか、はい、じゃあまず1つ目は、1つ目は、うん、生活リズムが保てる人ですね。なるほど、高校、現役生って高校があるんで、うんうん、まあ、絶対もう朝早く起きるじゃないですか、うん、で規則正しい生活を送ってると思うんですよ現役生は、うん、で高校がなくなりました、はい、そうなると生活リズムがめちゃめちゃ狂っちゃう生徒さんってすごく多くないですか。多い、浪人生の言い訳あるある、起きられない多いんですよねこれ、うん、入試会場当日でもそのことを言うのかって感じですね、うん、で、やっぱり生活リズムが狂っちゃうと、うん、まあ、体調も崩しやすくなってしまったり、うん、集中力も落ちちゃったりとかすると思うんで、うん、まず規則正しい生活、毎日の生活リズムを一定にするっていうことがすごく、成功する浪人生になるポイントやと思ってます。そうですね、はい、頑張るタイミングも実はこれ大事で、はい、1日だけ頑張って翌日に被害が出るとかっていうことを繰り返すと、はいはいはい、これも同じくね、頑張ればいいってもんじゃないですよ、そういう意味で言うと徹夜パターン、ね、そうそう、1年間頑張り続けないといけないから、うん、一時的にブーストをかけるとね、大体失速するんですよね、うんうんうん、はい、で毎日こう同じリズムっていうのは大事ですね。じゃあ2つ目いいですか。はい、2つ目、現役時代の失敗を克服できる人が浪人で生活、浪人で成功すると思います、ね、なるほど、はい、例えば、うん、その現役時代に、うんうん、やっぱ学校で授業を受けたりとか、うんうん、いろんな問題集とか自分でも参考書を買ったりすると思うんですね、うんうん、でそのテキストとか参考書が完璧になってなくて失敗した受験生ってめちゃめちゃ多いと思うんですよ、うんうんうん、でそれと同じことを浪人生活でやっちゃうと、これもまた失敗すると思うんですよね、うんうん、なので現役時代そういえばテキストとか問題集とか買ったけど仕上げられてないなっていう自覚のあるあなた、はい、浪人生活では同じことを繰り返さないでほしいです。これあとよくあるのが、はい、現役だと間に合わないからって言って多分やんなくていいですかっていう発想で質問した人結構多いと思うんですよね、はい、で削りに削って、はい、もう本当に過去問だけ本当に同じ傾向だったらなんとかできるぐらいの継ぎはぎで突撃した人、はいはいはい、だからいざ基礎をチェックしてみたら全然もう全範囲で見たら一部分しかできてないとか、まあ、そういうことって結構あるじゃないですか。ありますね、うん、そういうことも含めてですね、なんていうか現役時代と同じリスクを背負うような勝負の仕方をすると、うん、ろくな目に遭わないっていうのは結構あると思うので、まあ、時間のある今なんでしっかり基礎から万全な状態に固めて、うん、春を終えてほしいなと思います。じゃあ3つ目ですね。3つ目、これ危機感があるかどうか。危機感、はい、はい、まあ、浪人したしいけるでしょみたいな、うんうんうん、現役時代より勉強時間も増えるし大丈夫でしょみたいに、うん、結構余裕持ってる受験生とか浪人生の人って多くないですか。多いですね。これダメやと思うんですよ。ダメですね、はい、はい、そう、明日が入試でも後悔しないかとか今全力で頑張ってるかって聞かれた時にもうはいって言えるかどうか、そういうその今全力で過ごすっていうその危機感がすごい大切だと思うんですよね。そうですね、まあ、そもそもね浪人したから成績上がるっていうのは幻想ですからね、うん、下がる人の方が多分多いと思いますよ浪人生になると。もうなんかちょっと上がるぐらいならあるとは思うけど、はい、うん、そうなんですよね。浪人生意外と伸びなかったりしますよね。浪人生っていうのは別になんかこう身分じゃないから、はいはいはい、はい、まあ、自称じゃないですかぶっちゃけ浪人生っていうのは。そうですね、言ってそのね、だって別に浪人生って言ったからって予備校に通ってない人もいれば勉強してない人だっているわけで、うん、強制的に何時間勉強する人が浪人生だっていう定義があるわけじゃないから、うん、やっぱサボったら
ぶっちゃけフリータレントです自分自身も思ったんですけど、はい、あのなんか会員証かなんか作りに行くときに身分がねえって思って浪人生って身分ないなって結構思って、はい、それ結構思ったところあるんですけど、ちゃんとその覚悟というか、うん、まあ、このね、あの危機感っていうのもそうだと思うんですけど、はい、浪人するってことは1年間受験に人生捧げるってことだと思うんですよね、うん、基本的に受験勉強がお仕事です、うん、そうそう、はい、だから本当に1年間続けられるのかっていう、そうですね、まあ、浪人させてもらってるその親御さんとかに感謝をしつつ、うん、しっかり自分のやるべきことをやってほしいと思います、うん、ほっといて成績は絶対上がらないし、はい、なんかいいって言ったら変だけど、偏差値高い志望校を目指したからって自分の実力がつくわけでもないわけで、やっぱね、実績というか実行あるのみなんで、はい、やっぱそこはね、しっかり頑張ってもらえればと思いますよね。以上が、はい、浪人で成功する人、失敗する人についてでした。はい、はい、今回の動画は以上です。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。